中級日本語音声教材新毎日の聞き取り50日上巻一もしもし電話をかけるとき日本語ではまずはじめに もしもしと言いますね。どうしてもしもしと言うのでしょうか。もともとは電話の相手に、これから何か言いますよという意味で、申します申しますと言っていました。それが長くて言いにくいので、だんだん短くなって、もしもしになったと言われています。ところで、日本で電話が使われるようになったのは、 100年以上前の明治23年です。はじめの頃は電話をかける人は、もしもしではなく、まず、おいおいと相手に声をかけてから話を始めたということです。問題1-1もしもしというのはどんな意味ですか A, B, C から一つ選んでください。A これから何か言いますよ。B これから何か頼みますよ。C これからあなたに質問しますよ。1-2 話の内容と合っているものに丸、違っているものに×をつけてください。A もしもしは、申します、申しますが短くなったものです。B 申しますは、これから名前を言いますよという意味です。C 日本で電話が使われるようになったのは80年前です D 初めの頃は電話をかけるときおいおいと声をかけました1もしもし電話をかけるとき 日本語ではまずはじめに「もしもし」と言いますねどうして「もしもし」と言うのでしょうかもともとは電話の相手に「これから何か言いますよ」という意味で「申します申します」と言っていましたそれが長くて言いにくいのでだんだん短くなって「もしもし」になったと言われていますところで 日本で電話が使われるようになったのは、100年以上前の明治23年です。はじめの頃は、電話をかける人は、もしもしではなく、まず、おいおい、と相手に声をかけてから話を始めたということです。 一、1> 1. もしもし。電話をかけるとき、日本語では、まずはじめに、もしもしと言いますね。どうしてもしもしと言うのでしょうか。もともとは、電話の相手に、これから何か言いますよという意味で、申します申しますと言っていました。それが、長くて言いにくいので、だんだん短くなって、 もしもしになったと言われています。ところで、日本で電話が使われるようになったのは、100年以上前の明治23年です。はじめの頃は、電話をかける人は、もしもしではなく、まず、おいおい、と相手に声をかけてから話を始めたということです。